私の名前は生きる沢あげみ。見た目通り生きてなんかないし、普通の女の子。まあただその辺のやつらよりはフォロワーが多いっていうか、まあ分かってるっていうか。でもそんなある日、私に事件が。あげみ、さっきじゃん。久しぶり。元気だった？元気元気。やばー。さきは中学生の時に唯一の友達。高校が別で離れちゃったけど、今でもたまに連絡は取る仲。元気だった？元気元気。さすが。てか相変わらずやってんのこれ。それマジ古い。古い？そんな当たり前じゃん。まあ本当に最近も順調にフォロワーアップって感じ。あ、そうなんだ。あ、でもそういえばうちの学校にもフォロワーすごい多い子いたな。え？いや、って言ってもそんなんたかが知れてるっしょ。いや、なんだったっけな、どれ結構いたよ。まあって言っても私のフォロワー抜けるやつなんてこの辺にいないから、まあ私が一番っていうか、絶対に私の方が。あ、ごめん、うちバイトだから帰る。バイ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 。さきの学校にフォロワー多いやつ？まさかね。まあ一旦調べてみるか。さきのアカウントは_SAKI01 _LUV ね。あ、これフォロワーの中にいるかな。全然いない。フォロー欄か。あんくそ、全然いないじゃない。何、私のネット商品が足りないってこと？ああ、もう何なの。お客様、閉店のお時間です。退席お願いします。すぐ出ます。さっきのフォロワーは3日前と何ら変わりない。どういうことだ？あ、あげみちゃん。さっき、この前ぶり。あれ、後ろの子たちは？あ、高校の友達。へえ、そうなんだ。うん。さすがにこんな芋臭い子たちがフォロワー多いわけないな。あ、はじめまして。はじめまして。皆さんってさっきと仲いいんですか？あ、はい。へえ、そうなんですね。何、やめてよ。さすがに友達なのにインスタフォローしてないとかはないよね。よし、こいつらのフォロワー数聞いてやろう。ちなみになんですけど、インスタのフォロワーとかって多いんですか？あげみ、やめなよ。1060人です。あ、1060人。じゃあ後でなんか一緒にインスタの写真撮りましょう。隣の子は？500人ぐらいです。あー、500人か。さすがにフォロワーの差がありすぎて、私と一緒に写真撮るといじめだと思われちゃうから、ちょっとごめん、写真も遠慮しとくわ。かなこさ、もう一つアカウントあるよね。いいよ。だってあれ3万人ぐらいいるやつ。3万人。なんかさ、せっかくってさ、記念だし写真撮らない？何の記念？出会った記念っていうかさ、そういう感じで撮りたいかも。別にいいけど。あ、っていうかさ、インスタフォローしてもいい？どうぞ、ご勝手に。ありがとう。メンションもするね。じゃあさ、ストーリーでいい写真撮るのって、何のエフェクトがいいか全然合わせるから言ってくれれば、どれでも。別に何でもいい。ほんと？オッケーオッケー。あ、ちょっとさ、場所変わってもらっていい？じゃあ撮るよ。はい、チー。ちょっと待って。私別にフォロワー数とかどうでもいいし、ただの数字アップに撮りたいんだったら写真撮らないでもらえる？あと、ちなみに私、写真事務所 NG だから。事務所？うっさぴょーん。まあでも事務所に入ってるのは本当だから。すごい。いや、それにすごいとかすごくないとかないから。あげみちゃんだっけ？あげみちゃんも数字とかじゃなくて、人としてどう付き合っていきたいか考えたらいいんじゃない？なんか偉そうなこと言ってごめんね。じゃ、さっき行こう。かなこ様、一生ついてく。今日もも最後まで見てくれてありがとう。みんなの周りにもね、こうやってフォロワー自慢してくる子っているかな。まあね、学生の時とかね、フォロワー数とかめっちゃ気になるよね。数字って目に見えるもんだから。でも自分は自分、みんなはね、自分でいいんだ。